発言してください発言します。進行論。うん、まあ、えっと、い大体乱れてきた場面だと、その、えっと、霊能者が2人出て、占い師が2人出てくる形になるのかな。うんうん、その場合は、しっかり霊能の精査をしていきたいと思います。 1番のプレイヤーははい、えー、おはようございます。私、占い師です。えっ、ー、と、4番さんがランダムで知ロット出ました。<い>で、進行、私の進行論に関しては、もしで、ね、もし例のが出たら、例はお先、占い、えっ、ー、と、占いの後に。で、霊能は例の後、たとえ、どうでも今日でも、数日に、に、にに決めしたいと思っています。で、えっ、ー、と、 おこれで9番さんに関しては特に色落ちはないです。で、4番さんは白です。以上です。はい。2番のプレイヤーは発言してください。さいえーっと、多分2周目とかどういうのか聞いてなかったからごめんなさい。本当申し訳ないんですけど、僕、狩人です。はい。とりあえず狩人出ておきます。対抗でもしも狩人出た場合は人狼で見ます。<laughs> えーと、狂人で出た場合だと、紙一がほとんど刺さらないですし、仮ロラをかける必要がなくなるので、もしも一番さんが真で、もしも確立した場合だと、黒を見つけてくれたらほとんど終わりだと思ってます。例の西洋、仮戸にし西うの場合は、絶対仮土人狼で見てください。しか言いようがない。対抗ね。僕、真なんで。あと霊能、霊例が言ってたけど、霊能ロラするんだったら、完成した方がいいよ。絶対に。精査なんかいらないよ。霊能にし西うの場合は。うん。釣り切りで出ないと意味がないと思ってるから。 あとグレー詰めてほとんどやっていきましょう。てか、1番さんの対抗出てくると思うんですけど、占い師に人狼出た方が理があると思っているのでえ、その場合はクロスして、え今日はグレーズリー、能が1人だった場合ね、霊能二2人出た場合は霊能ローラーしたらいいです。それだけ以上。3番のプレイヤーは発言してくださいきます。おはようございます。村口にでした。えまず9番さんに触れていくと、霊能2人、占い2人だったら、霊能精査をしていくというところで、えー、っとねそ、掃除機、 精査するその2番さんも言っていた通り、精査する必要がなくて、だって1日目と2日目だけで、霊能の真になんて正直つかないものと思っている。よほど下手なオオカミ、オオカミ陣営、真、えー、の霊能じゃない限り、精査なんてつかないと思ってるから、そこはちょっと視点が違うかなと思った。うんうん、でも9番さんはロー,ラローラー派ではあったのかな。うん ってところで特に印象は悪いけど色落ちはないかなというところで1番さんが4番さんにしろって言ったところなんかすごいふわってたなっていう思った発言が「レイロラ」とか言いつつなんか決め打ちとか言ってたかなよく聞き取れなかった発言がよく聞き取れなかったんだけど決め打ちとかよくわかんないことも言ってたしちょっと偽戦目高いなと思った4番 はいはいはい、僕ね、占い師なんですよ。で、9番白、皆さん9番に村人マークをつけてください。まあそんなマークないですね。うんうん、で、まあ、3番さんは白いのかなってところですね。3番さんが相方だった場合いって、あ、すみません、1番さんローで見てるので、僕は現状ね、それが一番強いと思ってるので、王害目線はね。って考えるときに、3番さん、1番さん、ぶん殴ってるんですよ。<laughs> 声疲れてるね。まあラ、ライン切りっていうのも考えるんですけど、 まあ、村の信用を落とすわけじゃないですか。結論から言うと。なんで、そんなことする必要性がないと思っているので、3番さんは現状、白いのかなって感じですね。うん、まあ、9番さんと強人要素、まあ、なくはないけど、まあ、今日、集で、強は多分連動とかで出てくると思っているので、まあ、ないのかなって思ってますけどね。で、1番さんの2戦目じゃあ、もう一つ挙げとくと、1番さんは9番さんの精査してたんでしょうかね。なんかあんまりしなかったイメージがあるんですけど。 うんそなところですごめんなさい5番のプレイヤーは発言してください。霊能写真を1番さんが4番さんに白をかぶせてしまって失敗した人狼である可能性あるとは思っています。それか4番さんが強人として、うん、えと張り切って出てきた可能性それに関しては私の霊能地対抗が出るかどうかによって変わってくると思います。 一四が信教であれば、霊能者対抗は出ない可能性あると思ってますね。全然。9番さんに関して、9位に関しては、言ってることはちょっとおかしかったかな。 9番さんに関しては22で霊能を中心に議論を進めていきたい。1番に関しては霊能が進路であっても決め打ちをする。狼が釣れなくても決め打ちするという発言に関して、両方おかしいなとは思いましたが、9番さん1番さんがただ単に知識が足りないだけのように感じたから、3番さんが1番さんを殴るのはちょっと筋違いかなとは思いました。3番さんはちょっと厳しすぎる人間かなと思いましたね。6番のプレイヤーは発言してください。 霊能使用。霊能使用します。<ん>これどうかな ?5 番さん今少しだけ1番さん擁護したよね。3番さんが1を殴るのが厳しすぎると言って少しだけ1番さん擁護してるから、5番さんの強人目は正直あると思ってる。その場合って1番の狼つけているからね。5番。5番視点はかなり盤面が見えているはず。うんうん、だから今の発言で少しだけ5番強人目まあそうなったら1が狼になっちゃうんだけどね。そこはごめんけど。で見てるかな俺は。 でね、グレーだったら、俺、3番さんの言ってること、かなり暴論だと思ったけどね、追加しようか。え3番さんは、霊能の審議はどうでもいいって言ったよね、確か。うん、俺の把握もれじゃなければ。あのまあ、確かに初日、この22番面だった場合に、俺はグレーとか占い精査をしてほしいっていのは分かるけど、そういう意思は分かるんだけど、ただ、どうでもいいとまで言えるかな。例えば今日五5番を釣って、明日一1番と4番が黒々打った場合って、俺釣らないじゃん、その場合って。 その場合は黒先の欄になるじゃん。え、うん、違うのかなうん 1> そう。1番と4番がた、例えばその3番と7番に黒を打った場合って、おそらくそれって37、ラ37欄になるよね。うん。その場合のみ、俺は例の精査は必要と思ってるんだけど。うん。100%、なんか100%ローラーする進行で言ってるけど、2日目に黒黒だった場合に、おそらく例の黒先の精査に入ってしまうことから俺は初日に絶対に、うん、シーンは残してほしいっていう、まあもちろんシーンだからね、そういう感じを持ってるんだけど。 だから、霊能はそこまで重点的に話さないだったらわかるんだけど、どうでもいいっていうのはね、俺、ムラしてんじゃないと思うんだが、どうでしょうか。だから、サンバーさんかなり怪しんでますけど。それくらいかな。それ以外は色落ちなしかな。うん、色落ちなし。7番のプレイヤーは発言してください。そう。霊能の精査はめちゃくちゃ大事だと思います。絶対にしてください。しない人は疑います。 例のの精査をすることによって自分のね、まあ話の種にもなるし、しない理由が全くない。うん、あとは、えー、6番さんが言ってくれた通り、黒黒の場合は、例のローラーじゃなくて、黒先から釣った方がいいって場面があるからね。あと、例のをしっかりどういう風に見てるのかっていうので、すごく村感情か狼感情かっていうのもわかるから、絶対にすべき。しないのはありえない。うん で3番さんに関して6番さんはそうやって疑ってたけど、で、3番さんにさらに付け加えると、9番さんとは目線が違うとまで言ったんだよね。うん。視点が違うからな,なんかそこまで9番さんのこと言うかねと思ってね。うん。あと5番さんが1番さんのこと一回否定したんだよね。9、1は言ってることはめちゃくちゃって言って否定した後に3、えっと、3番さんを軸にして1番、9番をフォローしたんだよね。すごく、えー、5番狂人1狼の 筋がすごく見えてきたよね。ところから、えー、霊能釣りだったら、現状5から釣りたい。あと、グレーだったら、そうね、3番から釣りたいかな。うん、暴論には間違いない。霊能の精査は絶対必要。決め打ちしなきゃいけない場面もあるし、1周目の話の種にもなるから絶対必要。一番さんに関しては、まあ、素直に見れば、やっぱ狼。狼で、真、えー、と、にぶっ刺さってしまったって感じがするかな。一番さんのこ言ってることはよくわからなかった。 決め打ちしたい、うん、まあ話が早すぎるかなまあ言ってることもまあ分からなくないけど話が早すぎるかな4番さんすごい落ち着いてたイメージがある1番さんすごく焦ってた印象がある4番さんは3番さんヘイトカー行為だから白目に見てるのかまあた純粋にねやっぱヘイトカー行為してるから狼じゃないとかじゃなくてまあ単純にまあ無理があったから黒って見てもいいって思いましたけどね私はねじゃ、8番 のプレイヤーははは発言してください、はい私は3番さんの一番最後の叩き方って、えっと、1が4の白を言う時にふわっとしてたとか,なんか何言ってるか分からなかったっていう感じの叩き方ですごい不自然なんですよね。で1番さんのシーンはわずかにあると思うんですね、まあある。あると思うんですよ。で3番さんは真の占いが出ることがわかっているから1番さんとライン切りをしたんじゃないかとまで考えましたが。 うんでも1番さんが真だった場合4番さんが強靭で出るメリットあると思うんですね1番さんがえっと真目が下がるから4が新強で出るわけないっていうか村が考えになって4番さん強靭で出るメリットもあるでもそしたら56があコインがあちょっとコインないすいません 9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、発言します。えっと、56が例の出てってるから5、56の精算になるんだけど、現状僕は6番さんの言ってることがすごく納得できたから、5番さんに行きたくて、うん で、もし5番さんしろと、そのまま1番さんつっちゃっていいんじゃないかなって思ってます。1番のプレイヤーは、発言してください。1> 1番さんがあれですね、えっと、発言薄いっていうところも気になり、えっと、560度を把握しました。えー、で四4番3は、えっと、死んでみます。えっと、56の精査、えっと、五六の精査によると、私の場合は6の新名の方が高いと思っています。うん、で、 えっと、潜伏狼で見,見るならば、9番、すごいなんか、薄いっていうのもあるし、3番さんもなんか言ってることは全然違うっていう。え、現状黒い位置を上げるとしたら、9番さんと3番さんだと思っています。えー、で、7八は、7八の言ってることを正当派だと思っています。以上、えっ、ー、と、今回私、私はら、え、おさんいきます。以上です。2>, 2番。 これも一番つらないか発言してください。<laughs> いや、もう絶対1、2世じゃん。<laughs> てか、6の言ってることはどう考えても霊能として完全に終わってるよ。なんでそこを全員指摘できるのか分からへんし、1がもうそこでもう、6を死んでみるんだったら絶対的にあなた2世だよ。なんでかって言ったら、6は1号の狼を追ってたんだよ。 1>, 1が4に白刺してるのにかかわらず、<laughs> 6は5の狼を追ったってことは、1五の狼だった場合、1の新目が上がっちゃうよね。てか、1五狼だったら負け筋しかないよね、6。もしも1合を1発外で,1パーソードで置くんだったら、4強靭で刺さってるってことなの、1って。で、霊能にローなんだよ。そで、5が霊能に出てきたら、人狼疑われるんだよね。で、5が人狼だった場合、真の霊能がいるんだよ。 そしたら、6が出てきた場合だと、1号だと、ほぼ負けるんだよ。1号の狼は絶対に成立してないと、普通だったら言えるはず。ならばた、無理だけで5強1狼はある。だから、それは普通の考察だったらそうなるけど、6の新名はほぼほぼないと思う。1号の狼考えた時点でもうアホやなくて狼考と思う。顔面整理できてなさすぎ。<ん>今、現状で3のが村目で見える。では、7、8、8。 9も謎どうしようかなうらないかこれ。絶対にありえへんけど、1号狼追うやつなんか、この辺そんなせんやろの、まあでも、1号5強あるけど、まあ、6、6、7のローもあるんじゃないこれなってくると、6の精査さは本当にぐっちゃぐちゃの何者でもなかったから。占い師に強人出てるって考えるんやったら、1の新明上がっちゃうと思うけどな、5のロー追うんやったら、まあええわ。 6入れるわ、絶対6にせやと思ってるから、5丁、5丁パーク、3番のプレイヤーは発言してください。はい、発言しますえ。まず6番さんへの返答なんですけれど、自分一切、えっと、霊能の真偽どうでもいいなんて発言、一言もしてないんですよね。っった,言った、うん、それ、6番さんのハーコムレなのか、それとも6番さんが人外で、えっとつ造しているのか、どっちかなんですけれど、うん、どう。 なすごい熱造されたなって思ったんですよ。そんなこと一言も言ってないし、霊能審議に関しては、1日目と2日目だけでは審議がおそらくつかないであろうから、えっと白,白い人外が残る可能性だってあるんですよ。それをケアするためにローラーをかけるという発言をしました。い<や>決して霊能審議がどうでもいいなって、言っ言っ一言も言ってないけど、6番さん、そこ熱造してきたんですよね。うん、これがもし6番さん、えっと、2週目で その箱漏れを認めるんだったらグレーに戻るんだけど、それをわざとやってるんだとしたらかなり人外要素。自分目線ね。で、そうだな。五番さんから特に人外要素は拾えてない。白い要素も黒い要素も拾えてないと。で、一番さんに殴った理由なんですけれど、だって正直何言ってるか分かんなかったじゃないですか。これ素直な気持ちで言ってるんですよ。正直み,みんなだってそうでしょ一番さん何言ってるか分かんなかったでしょキムイチとか。そんなことできないでしょキムイチいか。 で、七番さんへの返答ですけれど、えっと、自分が九番さん殴ったのがよくわかんないっていう話が確かありましたよね。でも、自分が九番さんに行ったのって、えっと、印象は悪いけど、色落ちはないって言ったんですよ。別に黒塗りはしてないところっていうところを七番さんはまず把握してほしいというところですね。うん。ってところから、自分目線の精査をしただけなんですよ、九番さんに対して。 ってところかなだから、えー、今日56のローラーなんですけれど、自分は6番さんから行きたい。6番さんがもしその核漏れを認めるんだったらグレーに戻って2周目の精査からしていこうと思っている。4番のプレイヤーは発言してください。もう13クロでいいでしょ。う。かかかいないけど、あのー、なんて言うんだろうな、レア系のレア系を追売らない、レのノだっていると思うし、多分六6番さんはレア系のレア系で1号狼っていうの持ったんじゃないかなって僕は思ってます。 なんで、まあ、レア系多いのっていうところは、確かに六番さんに攻めかなっていうところはあるけど、まあ、考えてる人なんだろうなっていうのは思いますね。正直五六はどっちでもいいと思ってるんで、完全に釣り切るのでえ、僕もレアケースを若干追ってるので、一六狼、1、5狼もあり得るとは思っているので、だから釣り殺します。で、うんと、三番、六番さんに言っとくと、三番さんの、あれは、えっと、冷蔵ローラーを絶対にするっていうことですよね。簡単に言ったら。 2日目で分かんないから、それを例のローラーするんだったら、もう釣り切るよって言った3番さん意思ですよねで。そこを否定するのは、そこでちょっと暴論だっていうのは、ちょっとひどいと思ってる。だから6番さんちょっと僕は2戦目で見てますね。僕もね。で、く、あの、1番さんとシーン追います ?1 番さんって4のことを強人だと思うって言ってますし、さらに言うならば、えっ、ー、と、1番さん目線だと4が白出てるわけじゃないですか。強人じゃないですか。六6人神外がいるわけですよ。人狼がいるわけですよ。 なのに潜伏狼はって言ってるんですよ。もう、市場さん、結構やばいんですよ、発言的に考えたらあの。これでも市場さんのシーンを追うなら構わないんですけど、まあ、それはもう、村が悪いって決めつけますからね、僕は。で、8さんが黒いかなって思ってる。八番さんって、あのまあ、市場さんのシーンを追うわけじゃないですか、発言的には。そしたら、56に狼がいますよね。八番さん目線で56、絶対釣り切りたいって発言が出てこないとおかしいんですよね。 ですよね。だから八番,番さん番さん変わっていうようにしか僕は聞こえなかった。ハークマル祭りや。僕は八番さんはさんの黒いと思っている。七番さんがすごいわからないですね。六番さんの同調点っ,って言ったんですけどね。迷ってます。ここは迷5番。13オオカミ、六教信か、六の相方が七八にいるかの二択だと思っています。一番さんは多分出現したと思いますね。 4が強人だと思うではなく、私が強人だと思うって言ったような気がしますが、1番視点は4が強人確定なので、5、6進路で、1番指摘ですね、1番視点っていうのは。4番が強人で、霊羅らしてきてる歌、オカミが釣れますっていう1番3視点は結構ラッキーな場面だと思ってます。ちょっと焦ってるような感じがしたので、1番三のシーンもないですし、もうなんか出現しちゃってるので、1番三はもう惜んめないと思います。<laughs> なので、1が強人で、4が 真の場合か、一が狼で、四が真の場合しかないと思ってますね。ねもう五つら。六が,が狼。一が狼であれば、六番さん狂人だと思って。ますだめ、ダメこれ。一応だめか。意味とも構わないと思いますが、六番さんどうでしょうか。<れ>一緒に一番さん釣りませんか。あ、いいと思うよ、もう。釣っちゃおうぜ、これ。発言してください。こ<れ>から、その提案するんですか。僕一番釣ってもいいと思いますけどね。俺的には。ただ、それ村目線じゃないと思うんだけど。 て言いときたい。諦めらじゃないけど、ね。把握漏れがひどすぎる。俺もひどい。確かに俺も3番に対して、おそらく把握漏れだったね。俺が3番の発言を、あの、抽象的に捉えすぎたっていうか、明らかにねじ曲げたのは事実だったから、そこの把握漏れは認めるけど、ただ2番さんひどすぎる把握漏れ。俺、1号狼とか一言も言ってないんだけど、俺の初集の発言って、5番さんが少しだけ1番さんを擁護したことから、うん、5番さんが強人目。で、その場合1番さん狼なんだけど 一番さんオカミなんだけどねっていう発言残したんだけど、二番さん人の話聞いてるのかな一ちごオカミとか言ってないんだけど俺、そもそも。で、俺は軽くイラついてる。二番さん早く噛まれてくれ、頼むから。俺、一ちロロー追っていないぞ。で、4番にかけても把握漏れしてるんだよ、だから。一ちごオカミなんて言ってない。ちゃんと俺は五番が一番を少し最初、初心を擁護したことから、五番に教習名があって、その場合一番狼オカミだねっていう発言を落としている。 もう把握漏れ、人狼させたよ、これ、完全に。うん、俺は一号ローロとか、そんなレアケース言ってないんだけど。言ってないね。で、4番の1の2世補佐の広い方も少し雑なんだけどね。1番さん4に向かって強人と思うって言ってないんだけどな、そもそも。1番ん目線は4は強人となるみたいな、そういう言い方をしていたから、少なくとも4を強人と思うっていう発言を1番はしていない、そもそも。熱造がひどすぎる。2番と4番の。特に2番。 もう人狼ゲームじゃなくなるからね。それは。うん、上げ足取るゲーム。ただ今、5番さんが一番を釣り落したのをどう見るべきかなんだよね。ただ5番さん一釣り落してはいるけど、ただ村部さん今日絶対一番って釣らないわけじゃん、結局。56ローラーだから、一番を釣り落してるから、今日はないっていうアピールにも見えるけどね。どうなんだろう。グレーチだったら俺8番が一番やしいと思ってる。理由は言えない。時間がないから。7番のプレイヤーは、 発言してください。ええー、いつつってもいいけどね、ローラーって言っちゃうんだ、6番さん。めっちゃ興味上がった、最後の発言で。うーん。で、ハーク漏れ祭りやハク漏れ祭りやうん。6番さんはまず、イチゴ狼言ってない。これ私も補償する。5番さん、狂人、1番狼って言った、6番さんは。で、3番さんに関しては、結局ね、6番さんね、なんか、ねじ曲げちゃったって言って、保守的だったのがちょっと意外だった。これもちょっと興味上がった。3番さんは、冷凍の精査なんてつけなくていいって言った。間違いなく言った。うん。 で6番さんが人外で、ね、えっ、ー、と、6番、捏造してきたから人外これも暴論すぎる、うんで。1が黒いとは言ってないって言うけど、黒いとは言ってないけども、視点は違うとは言ったよね。視点が違うって言った意味は何ですか、うん、だよね。まあ、視点が違う、視点が違うっていうか、私は霊能精査つけなくていいと思うよで止め,止めればいいのに、視点が違うまで言う必要ないと思う。もう1、3狼だと思う。1つってもいいと思うよ。 S、1つってもいいと思うけど、1つってもいいと思うよ。でも6番さん1つっちゃダメなの。1つってもいいと思うよ、私は。うん。だって、1番さん誰も拾わなかったけど、1番さん9と3が狼って言ったんだよ。9と3が狼って言ったんだよ。6番さんのことを新名が高いって言ったのに、9と3が狼って言ったんだよ。うん。改め線4番さん狂人確定なんだったら、5番が狼で、9と3がどっちか相方みたいな言い方するでしょ今日1つらない。今日1つらない今日1つらない うん、で、8番さんに関しても、えっ、ー、と、ハーク漏れあったかな ?8 番さんは1と3が多か見てたと思うよ。1番さんのシーン見てなかったと思うよ。うん。もう、ハーク漏れ祭りやね。今日1つってもいいけどね。うん。どうせっかねーうわ、すごい。霊能から行くんだったらね、すごい迷う。迷う。めちゃくちゃなんか保守的だった感じがあったし、ローラーに持っていこうとした感じも6番さん臭いなと思った。 三つってもいいけどね、三つってもいいし、1つ,1つってもいいよ。八番のプレイヤーは発言してください。<laughs> はい、全然一つってもいいと思いますけどね、もし一番さんがシーンだったらもう、まあしょうがない、しょうがないと思いますけどね、一番3つって5、五六がどういう色出すかも、出すかによっても、まあ、情報落ちるんじゃないですかね。で、私はもう、変わらず、四番3シーンだった、変わらずってか、四番3シーンだと思いますね、もう。 えっと、4番さんが私を怪しむ視点は休みしても全然わかる。で、私はもう変わらず1、3で追ってます。3番さんはあの結局1ずずいいま、1ず、まあ、りはしない方がいいと思いますけどね。店で置くんだったらグレーでいくとかでもいいと思うけど。1ずりはない,な,いな,いないけど、ないけど、さすがにここまでいったらつってもいいかも、ね。<laughs> 正直ね、難しい。5、6。うーん。どっち まあ一の新規になったらグレーズメイクを投票を始めてくださいうち釣るかもう釣っちゃうかこれもう 1>, 1番の <laughs> プレイヤーが選ばれました <laughs> 1番のプレイヤーは初日レイロロし、レールドラーしなかったのかっていうのが,があれですね、もういろんな意味で困惑してたからうまくいかなかったんだと思いますけど、私だったら普通、私は普通にレイロールドラーをし,をしてましたが、なんでそこで裏に入るのかがすごくなぞいです。トごは,はんで、即破綻して焦ってしまいました。 夜が来ました。<laughs> 目を閉じてください。かわいい。<music> まあ一番さん四番さんなってるし、五六が何の色出すかでもそうだけどね。 黒、まあ、だったらもう2八詰めれば勝ちますからね。じゃあ3八間。まあカックロにはしないだろうね。強人の方が白を出す。白を出したら強人4黒。カックロにはしないのかな。白出したらどうなるんだ 出したら血が死ぬ可能性も六番さん一塁を出すような気がするけどな。昨夜死んだのはえ<っ>？八番。九 <laughs> 番のプレイヤーは発言してください。しさい黒一塁ろ三黒ちゃん。 えっと、なんで2番さんお残しされてんじゃん <laughs> うーん、正直。っていうか、6番さんがもし、あの、なんていうか、まあ、2番さんの熱だと思うんですけど、6番さんがもし、1号狼オオカミ追ってたんだら、6番さんの下ムーブって何なんだろうって思うんだよね、正直。むしろ、偽じゃなくて死に見えるんだよね、その方が。 うん裏目線だったってことか。だから俺もう、もしその熱度あったなら、俺五番さん二千0にしか見えなくて、うん、1黒だと思うな。うん。一教人の場合も考えたら、えっと、五六5、2オいるのかな。一目線も3。とりあえず、えっと、2に飲めるんじゃない、3の目線も。とりきたいと思ってます<れ>僕はもう五番さん一体ですかね。四 9, 9が。2番さん3残されてんだよ。 <laughs> 2>, 2番さん釣ります、うん、ちょっとあの2番さんの捏造があまりにも人外っぽくすぎて <laughs> くちょっと2番さんがオオカミだと思いますね <laughs> 2>, 2番のプレイヤーは発言してください,はださい9はおばかさん黙っていてください、えー、とりあえず6つります 1>, <laughs> 1が黒出てるんだったらあなたはもう死んでください6番さんわかるでしょこれは絶対的なケアでするとしたら6の強授もあるから6をつっておきます絶対にね100%ね 1>, 1黒出てるんだから6でケアします。あと、5のローを追ってました、6番さん。っていうことは、心境で占い師を見るってことです。っていうことは、1の神名がバリクソ上がるはずです。言ってます。把握漏れしてないです。っていうことは、15のローを追うってことです。あなたは、1ローを追って5もローもあるんじゃないかって考えてました。死ね。絶対人外だと思う。3、6じゃないの。7も別に人外目あると思うけど、9は謎。もう9もいいわ。 頭おかしいと思ってるから6です絶対的に6系てか8神してる時点で頭おかしいやつだと思ってるから63番のプレイヤーは発言してくださいえっと4番3目線13黒黒ってことですかそれとも番4番3目線6が偽なら5が真えー、4番3目線1番3が強人ってことは何のかなそしたら4番3目線はえっと霊能の方に狼がいるということになるう,ーんうん 4番さん、偽なんだよな <laughs>。マジか、1番さん、ごめん、シんンだったんだ。あんなに殴っちゃってごめん。本当に申し訳ない。4番さん、偽だった。へえー。そうなると、4番さんが強人なのか、人狼なのかっていうところなんですが、どっちだろうな、うん。強人なのか、人狼なのか。芸能で狼出るよりかは、1番さんから4番さんともらってるから強か、強人ってことか、そこか。自分目線強人なのか、4番さんって。 1が真だから。だから、5、6のどっちかに狼が出てると。うん。そうなると6番さん偽確定ですよね。自分目線は6番さんが偽確定。えっと、1番んが真であること、4番さんが強人化であること。そうなってくると、6番さんは1番さんに黒打っています。となると、6番んに人狼確定ですね、自分目線。だから絶対に6番さん釣って、5番さん残します。5番さん真確定してるんで、6番さん釣ります。うん。 7番さんに返しておくんだけれど、それで自分って黒要素になるんでしょうか ?9 番さんに対して視点が違うと言いましたそれだけじゃないですか ?7 番さんが自分に対して黒,黒要素として拾ってくるの。仏像だから黒っとっった要素言ったのも、ね。それだけでですか自分なりの精査をしただけなんですよっていうところを返しておくよね ?7 番さんは。うん、かといって、それで7番、うーん、待ってよ、そうなるとどうなるんだ ?6 番さんオオカミとなると7番さんになるのかそれか9番さん。え 4番さんが9番さんを囲ったっていうパターンが正直7級のセ査サはついてないけど6番さんは人狼確定してるんで6番さんからいきます4番もう三行っちゃってくださいてくださいんじゃないかこれあの極論なんですけどま,まあ1番さんが真だった場合って僕強人じゃないですかね強人ですそうさ僕は強人ですで強人だとしたら3クロ出してるんですよいわゆる誤爆がありますよね今日3釣り度安定版面じゃないんですかねうん ね、2番さんは7と9、どっちか疑ってるなら話は別なんですが、あの7番さん、かなり俺、村っぽいなって最後に思って、あの発言と、と9番さんが狼だったら2バサ、2番さん釣るなんていう馬鹿な発言しますかね、二番さん。<laughs> そしたら7番ですよね、どっちか,っちか2番、2番さんがまあ3、7番を疑うのは分からなくはないから、一応ね、9番さん、なかなかやらないと思うよ、狼ってあれは。 で、今日3釣りでいいんじゃないかなって思ってるんですけど、で、3で終わらなかったら、ぶっちゃけ6が2釣なんですよ。なんですよ。だから今日3釣りでいいんじゃないかな、6釣る必要性あるで、村目線を立ってる1のシーン切ったわけでしょもう、投票的に。2と3だけだよ。うん、あの、切ってないの。うん。<laughs> っていうことなんだけど、ダメ <laughs> ダメい,い,よいや、まあ、 あの2番さんがもう完全に僕のことを疑っているんだったら、6をするのもまあ,あるんですよ。安定っていう名のもとでね。そうすれば確実に1陣が釣れるから。でも2番さん、どっちのシーン見てんの ?1 のシーンを追ってんのだとしたらあの、まあいいんだけど、6釣ってもってところですよ。で、あともう一つあの思ってるんですけど、あの6番さん、もうごめんね、僕もね、なんか流れに乗っちゃって、あのあ2番さんがそう言ったから、多分そうなんだなと思って言っちゃった。うん。<laughs> だからそこは認める。うん うんただあの1番34強人だと思うって言ってるしあの潜伏で6何だっけ三オとか言ってたからじゃあ8三狼五番のプレイヤーは発言してください,ださいはいえー、と3六狼、一カ人1強ですおそらくね。 まあ、4番さんが巨人だとしても、3番さんが黒であることは濃厚なので、36狼ですね。3番さん視点も、6番さん36狼なのにもかかわらず、えっと、3番さん視点が6番さん確定人外になってしまうという、ちょっとなんか、このアンビバレンス <laughs>、なんかこの、なんだろうな、なんか、ちょっと言葉に表せないけど、 なんか矛盾の感情がなんか3番さんから感じ取れましたね。ちょっと電話来て申し訳ないけど、4番さんの発言はちょっと聞こえなかったかな。まあ、確かに4番視点も、四番が強人だとしてもね、3番の黒はあることから、まあ、とりあえず6番さん釣って、まあ3番さん釣れば終わりなんじゃないでしょうかね。6番さん釣りましょう。6番のプレイヤーは発言してください。の例の結果1黒。5番さんは36で見てるんですね。だから5番さんも3人投票しましょう。 うん、僕も3に投票します。7番さんは昨日1に投票してることから1番の新規っているでしょうね。じゃあ3に投票できますね。4番さんは3に黒打ってるんだからもちろん3に投票できる。この4票で3つって終わりです。4、5、6、7で。まあ、5番さんは多分それでも俺にしか投票できないと思うけど。1号朗々とは言ってない。まあ確かに2番さんの言う通り、まあ俺の発言を、まあなんていうか、俺の発言のね、そのなんていうか延長線上に1号っていうそういう 推理に行き着くのかもしれないけど、俺が初週に言った発言は、5番さんが1をかばった。3番さんが気持を殴ったら、その3番さんが雑と言って、5番さんはえ間接的に1番さんをかばっていた。だから5番さん強めかなと言って、その場合1番さんオカだよね、確定だよねって言ったよね。うん、1> 俺、1号ってやっぱ言ってないんだよな、そう考えたら。うんうん、なんか俺、ちょっと自分に自信がなくなっちゃって、その点3番に関しても少しだけ情報しちゃったけど。 俺、一号朗々とは一言も言ってないし、そもそもね。五番の狂人名があって、一番の狼名があるっていう、俺は推理を落としてるからね。念頭として。一号朗々というレアケースは絶対に追っていないから、悪いけど二番さんの言ってることは完全に捏造です。で、その捏造を今日も崩さない。崩さず俺をと、俺に投票するって言ってるんだよね、二番は。二番さんは三六で追ってるんだったら三に言ってくれないかな。二 <laughs> 番さんはもう一度シーン切ってるんでしょ、だって。 2番3目線も1のシーン聞いてるんだったら3から行っておらなかったら俺釣ればいいじゃん。俺から釣りたいって完全な支援じゃん、それだって。うん、うん。3、6だけど俺の方が気に食わないから俺から釣りたいんでしょ、だったら。2番って。支援を持ち込まないでくれるかな、人狼ゲームに。3から行ってくれないか ?2 目線も。1番のシーン聞いてるんだったら。7番のプレイヤーは 発言してくださいもう今日は3番さんから行きましょう。昨日は1番さんつってる時点でね。で、レノも両方とも新規行ってるみたいだからいいんじゃない ?4 番さんの新進行で3釣りでいいんじゃないで、3番さんの話なんですけど、3番さんは、例の精査なんてつけなくていい。視点が違う。うん、例の精査なんてつけてない、つけなくていい、つけなくていいなんて言ってない。6番は、熱造だ。6番は黒い。 っていうのもね、えー、直前の2番さんがね、6番さんを人外って言ったから便乗した感じかなと思いました。で、1が黒いとは言ってないって言ったけど、して間違うとは言ったよねっていうところ。まあ過剰反応なんだよね。あとは4番さんをもう今日狼でじわって追ったよね。4は人狼なのか、狂人なのか。もう改めて狂人を確定してるんだから、そこは狂人ってパッて言わないとね。と5番さんが言ってたかな。6番さんは、えー、偽物になっちゃうっていう発言ね。 これもおかしい。で、えー、っと、でね、3倍の人外要素はそれだけって言ってたけど、まあ、そんなことを聞く余裕があるんだったら、あの、私の黒要スとかさ、9番さんの黒要スは言うべきだよね。僕は3番釣りでいいと思う。で、6番さんが仮に偽でここで黒を出す理由ってあるかな ?6 番さんが偽で黒を出して、まあ、あ4級2狼とか。 四いや、ない、ないよね。だって一番そういなだったら、一番三シになるから、六九、六九二狼四強とかだったらあるのか。もう昨日一番釣ってるからもう三釣りでいいんじゃないもう終わるんじゃないかなと思いますけどね。終わんなかったら六釣りでいい。六九二狼四強、追うかねえ。四強だったら、 レの出てると思うけどな、シル出されてるし、今日は三ずりでお願いします。投票を始めてください。ありえん、俺じゃないべ。三番のプレイヤーが選ばれました。 ゲーム終了おっと最速 <noise> ありがとうございました GG 圧倒的に譲り <laughs> なんで八幡さんかんだんだろう <laughs> すげえこんな最速で終わるもんなんだねへぇ、えー、サンマーさんも自分で入れてるじゃんお疲れ様でした うんなんか反省点あるかなうんないかなお疲れ様でした GG まあ死ねえはねちょっとはねよくないね同損したくないですね暴言吐く人とは同損したくないね